ヤマハパスバッテリーの話、買ってから気づく重量の巻。電動アシスト自転車欲しいな。それならとにかく大きなバッテリーの自転車を買えばいいのだ。良いのだ。良いのだ。やっぱりバッテリーは大きいのが一番なのかしら。お客さん、それは間違いですよ。あなたは？このショップの店員です。バッテリーは大きければ重くなるので、扱いづらくて荷物が多かったりするととても大変ですよ。そうなの？そこまで考えていなかったわ。重くて大きなバッテリーがついた電動アシスト自転車を買ったことを想像してみてください。自転車を降りて、子供たち、両手いっぱいの買い物袋、そして大きなバッテリー。あー、そうよね。バッテリーは大きいだけじゃなくて軽いことも重要なのね。扱いやすく用途に合った自転車選びが重要なんです。一番大切なのはベストバランス。ベストバランス、大きければいいんじゃないんだ。大きなバッテリーも良いですが、毎日が忙しい主婦の皆さんにとってバッテリーを持ち運ぶのは意外に大変なんです。ヤマハパスのバッテリーはコンパクトなのに大容量。お客様のライフスタイルに合ったバッテリーをお選びください。